ダイハツブーンダイハツブーンルミナスブーンルミナスは、ダイハツ工業が日本において製造、販売していた小型 MPV。トヨタ自動車との共同開発者であり、トヨタの車両企画力を結集した上で、ダイハツが開発と生産を担当。トヨタのパス設定は、当社の OEM である。ちなみに、当社の発売により、2004年に発売終了となったアトレー7以来、 4年ぶりに、ダイハツに、MPV のラインナップが復活した。軽自動車派生のブーン、パスをベースとして、大人7人が乗れる5ナンバーサイズの MPV として、開発された。メインターゲットを女性とし、運転のしやすさを追求したのが特徴。生産工場は、OEM の設定も含め、京都工場。ダイハツ本体で販売される車種では、製造終了時点で、 唯一の京都工場生産車種であった。また、プロドアでもブーンルミナスをベースに開発されたアルザが生産されている。なお、当初よりマレーシアでの生産を考慮した設計とされていた。スペース効率を大幅に向上し、大人7人がゆったりと座れるようにするため、ブーン比で全長は 580mm、全幅は 20mm、 前高は 85mm それぞれ拡大され、ホイールベースもブーンの 2440mm から 2750mm へと延長された。女性がメインターゲットとされるも、老若男女を問わず誰もが扱いやすいように各部の操作や収納場所には様々な工夫が凝らされていた。シートアレンジに関しては扱いやすさにこだわり、 セカンドシートとサードシートのフルフラット化が可能にできることをはじめとして乗車人数と荷物の量に合わせた組み合わせを可能としていた。エンジンは大幅な重量増に対応すべく部分に搭載されている HKRFE 型直列3気筒 DOHC12 バルブ 989cc 自然吸気エンジン &K3V e 型直列4気筒 DOHC16 バルブ 1297cc 自然吸気エンジンでは、なく、空や V5 グランマックスなどと同じ酸性冷し、VE 型直列4気筒 DOHC16、バルブ 1500cc、DVVT エンジンが採用された。トランスミッションは、全車インパネシフト式の4速 AT であった。安全面では、イブドブレーキアシスト付け ABS とデュアルエアバッグのみを、標準装備。 VSC&TRC やサイドカーテンシールドエアバッグはメーカーオプション扱いであった。セッテとの違いはグレードの簡素化、全車にミュージックサーバー付き CD ステレオが標準装備されること、サイドカーテンシールドエアバッグが全車メーカーオプションとなっている点などであった。ボディカラー設定はセッテと同一でセンターメーターの衣装は空、トヨタ BB、 スバル DX と共通であった。OEM 社である、設定同様、販売上で、ライバルと目される、ホンダフリードとの比較では、パラレルハイブリッド機構、スライドドア、2.3列目席の大きさと居住空間、2列目、ダブルホールディング、3列目跳ね上げの完全収納、全席3点式、シートベルトなどで劣勢となるが、 ルミナスと設定ではそれらを見切る代わりに販売価格を153万5千円からと低めに設定していた。しかし、同社の登場からおよそ6ヶ月後に開始されたエコカー減税に同社は販売終了まで対象外であったことが響き販売的には大苦戦を強いられた。なお、ディーラーの点数や販売力で勝る設定は2011年5月より、 販売を再開した初代シエンタなどの影響もあり、壊滅的に販売が伸び悩み、特にモデル末期以降の最終的な販売台数はルーミナスがわずかに上回っている。英語のルミナス、ルーミーからの造語。乗る人に新たな輝きをもたらす車をイメージしたネーミング。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第58号19ページより、 2011年10月の改良で3列目の定員を32名とした。ありがとうございます。